友達裏切られたこととかあります？私小学校の時ですけど、本当に小学生の時に、私小学6年生の2学期に転校してきたんですよ、日本に帰ってきて、で一目惚れした男の子がいたんですよ。でもその子別にすごい人気者ではなかったんです。で私卒業式に告白しようって決めてたんです。で相談してたの、それこそいろんな子に。で4人組の仲良しの中に私が入ってて、で一番そういう感じじゃない一人ぶりっ子っぽい子もいたの、それこそリカちゃんみたいな子いて、で一番男っぽいした女の子だったんだけど、に一番相談してたの。でそしたら彼女と私が好きだった人が付き合ったんだよ。そうで、それを私が告白しちゃって、知らないから、で後ろ向いて恥ずかしいからとか言って、いや好きなんだって言ったら、ごめんって言って、何々さんの方が好きなんだって言われて、えってなって、